皆さんこんにちは。本日はフォーカス M 第9シーズン103回戦の模様をお届けいたします。実況を務めます古川彩乃です。よろしくお願いいたします。そして解説は吉野篤が務めます。吉野プロよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。フォーカス M は M リーグに照準を合わせ切磋琢磨するプロ雀士とこの企画に賛同する特別参加の選手による真剣勝負のリーグ戦です。それでは103回戦の出場選手を紹介してまいりましょう。まずはチトンチャからです。猿川雅俊プラス 28.8 ポイント、現在21位です。そしてなんちゃ魚谷由美プロプラス 88.2 ポイント、現在9位です。そしてシャーチャです。浅村大プロプラス 17.9 ポイント、現在23位。ペーチャ古橋隆プロマイナス 13.3 ポイントで現在27位です。はい、ここまでの成績表がこちらです。はい、大谷プロが9位、そして猿川プロ浅村プロが21位、23位、古橋プロが27位と、こういう形で今並んでいます。はい、それでは対局場の準備ができたようです。フォーカス M 103回戦当杯の開始です。お願いします。なおルールは一発裏ドラ赤ドラありの M リーグルール、80分プラス1局の時間打ち切りで行われます。まずはちいちゃです。猿川の手牌こちらです。赤ウピンが1枚、ドラはシャーが統一でしたね。かなりいいパイパイでしたね。はい、打点も見えそう。そしてペーチャの古橋には赤が2枚、うん、ハイパイ見て感じは猿川さんか古橋さんって感じですかね。はい、岡村さんは一メンツあるけども、ここからツモ次第。あとはドラのシャアがあと2枚どこに行くのかも、猿川さんに行ったらかなり強いですねそうですね、親の一撃が決まるかどうか。古橋さんも順調に伸びていっています。ここは猿川と古橋の手がぶつかりそうです。いいピンはつもりり、これ、ね、はい、ああいいにしたこれでね、まあ、多分単位仕掛けは古橋さんは多分していかないと思うんで、ええ、ちょっと一通見て急走残しましたね。あくまでリーチを目指してということですね。面前高打点でいくと思います。どこかのタイミングでもう泣こうかなっていう切り替えも、古橋さんのタイプはあまりなかなかね、はい、仕掛けでは多分していかないかなって思うんですけど、はい、あ、これでね、うん、はい、より泣かないって感じですか。リャンカンリャンメン、うん、ま、泣けないって感じですよね。単用じゃなくなったんで、あとは先にリーチを入れられるかどうか。入れたいも完璧、理想の天敗、うん、理想の天敗。先にリーチを入れたのは古橋です。赤ウピンじゃないぐらいが不満なぐらいじゃないですか古橋さんね。ローワン捕まった。うん、こうなるとね、後手踏むんで猿川さんも若干ね狭めに受けちゃったんで、かなり一人旅になりそうな感じもしますが、チートイツのイシャンテで粘れるかも。ただ安牌がない、はい、現物はありませんね。ランピンが現物、うん、あるけどね。あ、でも天牌だ、ごめん、天牌だね。リーチに行った急走か。急走は古橋が2枚持っているはずだ、うん、ね、頭にした。はい、山に1枚ある。積極的にリーチっていう判断しましたね。ああ、これマジでこれを一発で捉えた猿川はリーチ一発この表情だよね。赤ドラドラ18000。これね、古橋さんの目からしか見えないからね、はい、頭だっていうの、はい、ラスアイだっていうのと。そうですよね。で、自身はサブローワンの両面天敗。はい、何を思うか。これはダメージは相当きてますよ、これ、うん、まあ、うん、心のダメージですか。かなりきてる。もう、まあ、出てたけどね表情
出ますよね、でもそれ自分しか分かんないからね、フライスさん。きつい。お、積極的に本一仕掛け、はい、おさむらさん。社長のさむらがシャオポンです。サルカさんもね、積極的によくリーチ行きましたよね、でも。はい。ね、ドラドラフライスさん。じゃあドラは小さです。一品もおさむらが仕掛けて。遠いけど。通路本一ですね。うん、結構ね、相手に制限されるような、ね、はい、仕掛け、まあ、自敗とか特に、ええ、こう魚谷さんとかね、トーン初って打てないもんね、こうやって。ただこフライスさんも打っていくか、うんね、今こうそう白髪って打っていけばリャンマン3万って立つ、もう相手に制限をかけてる、そういうまあ仕掛けも込みで、はい、おさむらさんやってますから。ただ親の猿川手がもうすでにまとまっているので、うん、さあ自敗切っていくか。やっぱね、やっぱ狭めますね、フロさん、うん、さあ789も見えてきた。ここサルカはもう押し返していきますか。そうね、多分一番8000上がった直後だし、はい、うん、手配もね悪くないんで、ペンチーソーで残りでリーチ打つかどうかですね。それはちょっと分かんないですね、ペンカンチーソーでドラ受けで。さあペーチャのフルハシがペーポン、ペーチャで一応ドラドラ。さあこれでパーソーローソーってね、はい、払ってくる。それかいいシャンテンです。フライスさんも結構苦しいですけど、さすがに2枚目のペンは仕掛けていきましたね。はい、大谷さんがもう若干苦しいかな。佐村さんも伸びない、こっから。そうですね、なかなか引けません、うん、さあようやくいいシャンテン、ハック打っていくか。強くいった、うん、あ、うわー、さらにリーチ、これは畳みかけるね。そうですね、また跳ね番以上のねクラスのリーチ飛んできましたよ。サルカの街は69ピンです。46じゃなくてね、67で泣いて4のがくっつきやすいっていうことでしょう、はい、さあ佐村が仕掛けていいシャンテン。さあ天杯、どっちも現物酸素切ってとりあえず磯待ちにするかな。一旦闇点、闇点泣いてましたね、失礼しました。このイーソーには生きてますよ。さあフルハシはイーソー短期のテンパを入れています。ロキューピン対イーソー。さあピンズが打ちづらくて、はい、あーでもいいピン打ってきましたね。そうですね、うん、まあ振り点なんでね、結構さあこの間にリャンピンは、リャンピンも打った、大丈夫。さあイーソー山に2枚と6球ピンは、6球ピンは1、2、3、あーし山に4枚かな。9ピンが1枚とローピンが3枚かな、結構いるね、山しかも高い。さあさらなる加点成功するか。フライスさんが6球ピン掴んだ時に多分打たないと思うんですよね、イーソー打ってね。どうだパーピン、あーちょっと打ちづらい、ちょっと打ちづらい、ウーピン宣言牌、全然カンパーピンある、はい、そういったイーソーですか。あーでもいった、強くいった、温かい姿勢。一応でも当然おさむらさんにも当たる可能性があるし、はい、さあ山に2枚いるぞ。リャンワン、リャンワンは自信できている、はい、ただ猿川にも通っていない。もう一枚いきそう、ここら辺が分岐点かな。うーん、ここでいいそうとなった、なる、そうなるとかなり一人旅なりそう。あ、同じ町に追いついて、町はロー9ピン減らずで4枚いる、高め9ピン1枚いますよ。はい、高め9ピンは3色。お、おさむらさんも転敗しましたね。9ピンが1枚、ウーマンとウーマン、赤ウーマンいるんじゃないかな。あー、いないわ。そしたら9ピン1枚だけ。さあ6球ピン対決だ。6球ピンの一発つもだ。休めだけど。
さあ大谷積もりました。リーチピンフ、リーチピンフん、リーチ一発積もピンフドライチ2000、4000は2100、4100、追いついて降りてきましたね大谷さん、はい、E ピン3ピンのね強い打ち出しがこの上がり結びつけましたね。苦しいかと思われましたが、あっという間に追い抜かしていった大谷、親番を迎えます。トン2局ドラは進そうです。サマさんもいいぞ、大谷さんもよかった。そしてこちらは白統一シャーガン自家製のシャー、一応サラカさんもいいシャンテン、みんないいですね、うん、疲れそう。さあ古橋が白を仕掛けました。ヤクヤク本一って感じですか。ドラ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 の後の親の大谷、ヤクヤク本一いそう、一応どうチャンタでね、イーソー急走ってなければ、どっちかなければチャンタで転敗しますけど、はい、どうするか、ヤクヤクちゃんたでね、それか、ここあもうここで決め打ちましたね本日に。さあ1、2、3も若干ある猿川さん、宇谷さんは換算層が来るし、さあ1通見えてきた長村さん、さあこのチューンは長村がドイツの、はい、うん、仕掛けていくかどうかは、1枚目は仕掛けていかないかな、1枚目仕掛けないんですか、1枚目多分仕掛けないかな、この形ね若干苦しいし、はい、うん、面前でちょっと行きたい形か。さあ急走が抜けたトンから1枚切れのトンから打ちました。これパーピンキューピンかな、これ端はいいシャンテンです。さあ9番、ああパーソー急走ポンされたからっていうことですか、まあ、一応タイヤも残るし、はい、っていうことですね。長村さん一応いいシャンテンになったから、もしかしたらチューン仕掛けるかも、うん、苦しいですけどねドラ受けの関数素で、はい、うーわあーランコになった、ローソーは 100% ポン、あ、チーシするでしょうし、パウパーピンもね、パーピンバニー2枚切れなんで、はい、ワンチャン仕掛けるかもしれない。仕掛けそうだな。お、積極的にカン。さあ、白のカン、シンドラはチーピンです、うん。早くくっつけたいんだよね、ローソーに。はい、赤ウソを引きたい。赤ウソ、山に残ってますね。はい。うん、さあ、チュン。チュン。泣くか。これは泣かず。1枚目スルー。お、このスルーが、あー差し子チュンチュンにしましたね、うん、その要因多分ね下茶にフライスさん想像しかけてるんで、はい、本当は3層ね、はい、切ってってっていうのが広いんですけど、はい、まあ対応しつつ、まあ、うん、っていう形を選びましたね。さあ大谷にはドラさんが入っています。お、転敗した、いい数層。さあ古橋転敗、ただ数層も山にはありません。イーソが1枚ですか、バニ1枚なんでね、そうですね、うん、イーソが1枚、わー転敗。さあここは闇天、大谷は貫禄積もったら6000オール、貫禄層1枚かな、あ、うん、バニ山に1枚か、1枚、ね、はい、1枚対決、うん、イーソとローソ、それかおさむらさんが追いつくか、ペバニ1枚切れでしたけどね、はい、うん、やっぱあーペだったら上がってた、これをどう見る、あローソ、あれ待って、ローソ、あーそうだ、これは大谷の上がりとなります。タイヤオドラさん12000、フライさん上がりの歌詞が見えた瞬間に横移動、これをどう見る、嫌な感じですねフライさんも多分、うん、ごめんなさい、シンドラも乗ってタイヤをドラ4でしたね、12000点の上がりですなるほど、連続高打点の上がり、はい。さあ大谷の親番連チャンです。ドラは白、
ここにドラが1枚、マンズが多い形。ウルハシはどうでしょう、ラーメンが1組、サルカーが2面つできています。さあこれでカンちゃんが埋まって、ポゼンシン大谷です。いやどんどん苦しくなってきたな、クライスさんの手配も。サルカーさんはね、最初の1万8000の補充からちょっと、ね、こう悲しい展開が嫌な感じ しますよね、はい、そして次のも上がり逃しが一応あったんで、はい、まあ選択とはいえね、嫌な。あ、これサルカーさんがいいシャンテンですか。いいシャンテンですね。さあここで渡に2マットをかけるのはサルカワか。おー、いつが見えてきた。さあ選択、つもぎるか、はい、うん、ここは3ピン。ウータナさんもね、はい、悪くないですよ。しかも何のトイツ落としを見せてきたんで、はい、結構スピード感ある感じですよね。怖いですよこれ。ちょっと親の大谷も警戒しながら、うん、進めていかなきゃいけないですよね、タチャの人が。まあ、あそう、打点も見えてきた。古谷さんもね、スリムに受けながら手配進行していかないと、はい、いつリーチが来るか分かんないんで。魚谷さんこれ缶スピン残ってもなんかリーチいきそう。さあちょっと打点も見えてきた。123とか2差し、どうしましょう。まあ今んとこ2差しですが、つもぎりかな。あ、結構、うん、柔らかくいきましたね。高打点見ていいシャンテン戻し。そしておさむらはウーアを引いてきて、こちらも手が止まる。ここでドラの白を打ち出していきました。結構なとこから打ちましたよ、形的にはね。はい、まあ、打つなら 今だとっていうことですか。結構勇気いりますけどね。そうですね。おー、いいロスを引いてきた。これ3ピンかな、うん、さあ大谷これでいいシャンテン、4名3名茶の形。うわー、相手うーんここで来るんかいみたいな。先に言っといてくれれば取ってたんですけどね。取るんだけどね。さあ盤石のリーチ、6ピン。ほとんど、まあ、2面のケースが多いんでね。はい、打点もあってもおかしくない。ウーピンめちゃくちゃいい、うん、ああ掴んだ一発で、ね、打つ牌がウーピンしかない。わあ、3万、残り3山。さあ3枚山にあります。結構きついか、戦えるのはサルカーさんぐらいなんだけどね、はい、テンパったら6ピン出ちゃうかもしれないしね。さあどうなるか、6球ピンの行方。あ、1枚減った、残り2枚ですね山に。いや猿川さんね、いいシャンテン維持すればするほどローピン出てく可能性がある。これも転破したら勝負になりますか。シャンポン残りリーチするかどうかはちょっと難しいですね。これイーソスーマンとかね、はい、結構行きづらいですけど、一応イーシャンテン、そうですね、取れるかリャンワンって言って E1 の危険度とか、リャンワン切ったってことは E1 行く可能性があるってことですね、電波したらね。はい、どうだ。さあ電波あるか。さあこれで、ね、行くとしたら無筋2つなんで、はい、うん、筋のパーピンとしました。残してるのが一応フラッシュさんも残してるけど、さあ大谷に引けるか。高めのローピンがもうないんですか、大谷さんね、単葉の。はい、お、これでくっついた。こ
れで、ただも両方とも無筋、イーソイーソイーソも通ってはいない範囲ですが、一応入れ目ですからね、イースチーソ、はい、あ、キューピン、いやもう相当苦しいですね、嘘切るんじゃないですか、現物これを古橋が仕掛けました。キューピンはなくなった、うん、山にはもうないんだね、なくなったという感じですか。天物危ないのか、3ピンは現物ですけど、トンも取ってる、サルカワさんも天杯できない、さあ天杯維持できるか、ツモ番がないんで、そうですね、うん、完全に現物切りましたね。さあ、相馬さんきついか、大丈夫、はい、3層、うん、そしてこちらが背底の背です、うん、現物切って、とにかくの一本場は魚谷の一人天杯で流局となりました、うん、まあ上がれなかったですけど、はい、うん、次の親にね、連チャンには成功したんで、はい、まずまずじゃないですか。さあドラがパーピンとなっています。赤ピンが1枚、ドイツが3組の形です。4組ドイツ、うん、そう、うん、悪い、マンズのドイツが3組、うん、マンズに寄せながらですかね。古橋もドイツが3組、みんなドイツが3組以上ある。さあ、まあ、長村さんはねこれ高い手に仕上げて、ゆっくりスリムに、ね、自敗ためながらマンズのドイツで、ドイツチートイツとか、うん、で、まあね、攻め手が来てもね自敗とかで行きながらっていうバランスじゃないですかね、はい、サロンは引いてきた。と早く転廃するの誰かちょっと分かんないね、これだとまだ難しいですね、ツモ次第。さあ野良のパーピンは現在お侍が1枚持っているだけ、残りは山にあります。さあルカさんも4トイツだったし、あーここも4トイツ、なんかちょっとみんな難しい感じの、どう手を進めていくか、結構メンツはチートイツに決め打ってきた。猿川さんチートイばっかり、チートイ同士がぶつかる感じです。難しいね、こあ、あこれも4トイツ、全員4トイツ、もうしかもほぼほぼみあここようやくフラさんね、いいシャンテン、全員チートイツになると、あーごめん、難しいからね結構ね、全員になるとそんなことあるんですね。ウルタさん、あ、ウルタネさんが唯一メンツでもあるかなーっていう進行ですね。さあいいシャンテンの古橋です。伸び方によってはスワンコとかもあるけど、現状はああこれでメンツでいいシャンテン、はい、何でもリーチでいきたいね、宇谷さんは。あーここで、うん、スワンコですか、うん、パーソは1枚切れか、まあ仕掛けもありますし、おーテンパった、うん、ちょうどいい感じの1枚切れの白、あ一発あこれ出るって言っておかしくない、あ3品現物だけどね、これはサルカワの上がりとなります。リーチ一発チートイツ6400は7000、うん、の上がりです。本田さんも強くいきましたね、一応いいシャンテンキープして3品現物切ってからもいけましたけど、はい、うん、トーン3曲、お侍の親番です。ドラマチーピン悪くなさそう、うん、戦えそうなハイパイではありました。トーンアンコはサルカワ、サルカワさんもよかった。そしてリュウハはトイツ、赤ウソ1枚、ドラマ1枚の大谷です。皆さんが悪いぐらいか、そうですね、
他がかっこいい。沢村さんもね、何も大してないけど点数削られてって、はい、そうですよね、1万点ぐらいになってるんで、この親でぜひ加点したいし、やり返したいところですが、ただ、ね、はい、点数持ってる魚谷さん、猿川さんがね、悪くない手配なんで、特に猿川さんとか仕掛けも結構していくタイプなんでね、うん、大谷の流派はどうでしょう、泣きます、ね、ちょっと現状1枚目はまだ泣かなそうな、手配がねまだちょっと整ってないんで、はい、もう1手2手進んでからっていうバランスな気がしますけど、着々といいシャンテン、チートイツの、チートイツ確かに、古橋さんもタンヤオのリアンシャンテン、猿川さんはねトーンあんこなんで、はい、今いいシャンテンですけど、はい、カンちゃん残りでも仕掛けていく可能性はありますよ、トップ目でもありますし、安全に曲をさばいていければ、あ、流派一枚目からいった、ね、まあね、なんとか残しながら、はい、んお、ローワンがあんこになってまだまだ両天秤、うん、最高形まで見える、あー、この9万いらないかな、9万はつまりいたします、うん、お、テンパイ、多分リッチはしない、しないはず、リーチだー、リーチに行ったな、サルカは一応打点あるから、待ちわかん3万、ウォトラさん若干危ない、3万、そうですね、リアムはリアムは入ったことによって、コロサマさん多分なんでもいいけど、はい、今テンパイだよね、お侍はいいシャンテンですね、いいシャンテン、あ、いいシャンテンか、さあドラが通ったぞ、そうなるとこの数ピンね、はい、打ちやすいですね、はい、多分ドラが G ピンなんで、撤退と、古橋さんはここは我慢、この換算も2枚いるか、あ、これ選択だ、はい、イーマンから切っていく感じかな、現物だから、うん、そうなると出ない、はい、ヤンワンを勝負する形ですね、王子は回避した大谷3ワンは残り山に2枚います、おあ、うまくいった、うまい、大谷の町はロー9層、もうめくり合いって感じじゃないですか、こうなったら、重装対んパワー4枚目緩和しないと思うんでね、白も通っていない、数層が猿川に通っている、ちなみにこの6級層かなりいますよ、山に5枚とかかな、あー3万あー3万これはパー層とかにします、いや一応数層切りなんで小層打つか、もう勝負して3万切るか、3万切ったら地獄、さあ大谷3万になった、これを猿川が捉えます、リーチトンドラ5200流りです、うん、必ずね小数が通るわけでもないから、はい、うん、ただ、うん、上がりも見てっていうことですよ ね、うん、難しいけど、リーチ打った猿川さんが強いって感じじゃないですか、で今トップ目同士っていうかね、トップ争いしてる2人の対決だったんで、はい、まあかなり点数以上にでかいですけどね、今の動きは、あと4局フラージュの矢番、ドラはローソーです、お侍流派統一、自家製のペイ統一、赤ウピンが1枚、こちらが古橋親番です、そしてドラドラなのは猿川、もう5万点超えてきましたからね、猿川さん、そうですね、タイプ的にさらに加点していきたいっていうね、素点をそういう選手なんで、じゃあまだまだ攻め立てますか、うん、攻めの手は多分緩めないと思います、あー G1 引いた、換算ピンでも畳みかけてリーチ打ってくるのかなっていうところがちょっと注目ですけど、猿川さんね、はい、うん、
苦しいな、点数持ってない古橋さんも。そうですね、ここがいい。さあ後に全場打たれた白は仕掛けませんでした。2枚目は仕掛けそう。またやっぱちょっと縦に重なりがちなゴツゴツした手になっています、うん、古橋です。がゆえにさばきづらいというか、はい、うん、仕掛けても安いし遠いしね、はい、古橋さんの手は悩みが多いですね、うん、さあ数ワンを引いて一歩前進大谷、まあ、こちらのこの手は上切り、ルカさんがいつ、さあこれロウソ切るか、いやーむずいな。両面になった酸素つもり、さむらさんもねペイ発はね、はい、薬杯なんで、はい、仕掛けていくかっていうところ。さあ4問い詰めっていう感じなのかな、はい、ただ表示杯の嘘なんでこれも苦しいは苦しいですけどね。さあ流派を仕掛けました。おさむらです。いいシャンテン、このサルカさん来た酸素からは仕掛けなかったんですね。あのおさむらさん、あポンポンからですね、うん、もうあるかなと思いましたけど、この酸素ね、はい、あでもペイが頑固になった。カンパワンの天敗です。シャンポンにした。ただパワーワンは古橋、あパワーワン山にない。ただチートイツになると古橋さんも出てく可能性がある。確かに入り方によっては。あカンパーマン、カンパーマンは山にありませんが、あでもこれ出ないかな、出ない形になったか、うん、あと猿川大谷がどう追いついてくるか。リャンソーをポンしました古橋です。テンパイウーソーとリャンピンのシャンポン、ウーソーが切りづらいのかリャンピン狙ったのか、ドラ受けだと嫌だってことか、上がれないかなって感じですかね。カンロソーしなかったの、うん、どうなんでしょう。ちなみにウーソーは山にまだ1枚います。ロソリャンピンはなしと、リャンピンはないですね。おさあドラオのポンをしてサルカワが789、ただ9ピンないんだよな。さあ後にも仕掛けます。9ピンが先に処理すればもうない。これで目に見えて9ピンがないサルカワさんとなると形式転敗まで、うん、プレッシャー込みで、うわやだって思いながら相当切りづらいけどねこれ。どうしましょう。かなり切りづらいよこれ。ウッパンはどっちにしてもおさむらのパワーもやっぱり出にくいは出にくいですよね。さあローマンチューマンって言ってひねってこうトイトイ持っていくか、うん、ウッパンワンが切れないって読み筋に入ってるならそれが勝負か。うーそうになった。おーひねったね。サルカワも手が止まります。あんま考えたくないここはサルカワさんとしても。さあリャンピンポンして古橋が天敗復活、形的に上がり逃しですが、まあ切りづらいよね一般は。ただこっから、はい、一応ねあのローマンチューマン重なったらトイトイまで見えるけど、ええ、おさむらのパワーワンも山にはない。スーソー仕掛けた、さらに仕掛けられましたまあ一応形式、サルカーのテンパイ老朽そうですが役はありません。さあ仕掛けに囲まれて大谷も考える、ね、え早く、まあ、足を切ってどれだけ通るかっていう感じですよね。
どうだ、物販はもうないし、はい、缶しない、おお、してきた、缶だ、ローマンチームは重ねれって思いながら、シンドラ急走、缶、うん、しましたね。ペイはあんこの、はい、おさむらさんが、これもちょっと切りづらい、トイトイかもしれないからね、確かに、でも押していった、強くいきました、お侍をずっとつもりりが続いています。嘘は通ってる、フラスさんが通ってるね。ローワンが結構切りづらいのかな、ね、ローピン、うわ切りづらいか、サブローピン通ってない、ただワンチャンス、スーピン切った後に手出し結構入ってるから、あーでもいけないやね、やっぱここでおさむらも我慢になりました。いや形式だって思わないもん。そうですよね、うん。でもこれもまた猿川さんの強みですよね。はい。相手からどう見えるかっていうのを結構意識してるような。うん。これ行きづらいですよ。普通に。あと古橋がこれ数万切るんじゃないかな、猿川さん見て。すごい恐る恐る切ってるけど、二人転敗で流速です、さあ形式かいってなるからねこれ。これちょっと当てられた時悔しくないですか、うん、ね、でもなんかそうチーピンパーピンで払ってるからうんとは思うけど、はい、でもねやっぱり念には念を入れてってなりますもんね。さあ古橋の4番レンちゃんです。ドラマ3番、先ほど苦しいハイパイでしたが結構いいよ、かなり、てかかなり良かったよ。親番を連チャンできました、古橋です。まあ一応大瀬村さんも降りたけど別に上がり逃しもね、はい、特にはっていうか、ええ、うん、カンパーマンに上がれてたわけでもないし、そうですね。さあちょっと苦しいところから、はい、親番ね続けて古橋さんにある程度のチャンス手がいいシャンテン来ましたけど、ドラさんは持ってきてほしい。ただ大谷がドラドラ、そしてお侍はチュンとリュウハのドイツでした、うん、チュンをポン、マッタをかけてね、はい、とりあえずフラさん4着のままでいてくださいよと言わんばかりの仕掛けですね、これお侍さん、ええ、うん、早くリッチ来たい、カンサンソでも、まあ、何でもいいですか、うん、仕掛けてくるなら、うん、この局面はありますね、はい、普段は多分しない。さあさあお侍がいいピンを、ウーピンかな、さすがにカンパーピンのテンパイを入れています。早くリッチかけたい、もう特に古谷さんこれ仕掛けもあるね、さすがに、うーん、そしてウォタニの手もかなりドラドラでいい感じに伸びてはいますが、このカンパーピン山に4枚います、山4、さあサルカ9番を引いてきてすぐ流れそう、早くテンパイしないと、フラさんのこの親パーピンは、うーん、さあ選択ドラ3万なんでね、ピンさすがにウーピン切りましたか、他の人お一応手出し入れてぼかしましたね、カンパービンを、さてから嘘を切っていきました、うん、で赤嘘持ってきた時はリアンスを切って、はい、っていう感じに、さあコミちゃんでローピン、ここからは振り手になってしまう、テンパらないフラスさん、そしてパーピンも山にいるはずですが顔を出しません、うん、他の人が切ったらね、他の人からしたら、はい、うん、宝珠も全然大丈夫ですからね、猿川さんにとっても、あ、ドラ引いてきた、さあこれ理想の形、お
優しい。なんだ。Q1 は？想像選ぶか。どうしましょう。何着ればいいですか。ただ何も取ってないから。Q1 は積もりとなりました。うん、おさむらさんをテンパイと思えばね。はい。うん、想像全部切って余裕がない。ああ、いいかと思った。うん、まだパーピンが山4枚山に4ない全然いない。違う違う、うーわ来た、来ましたよ。押さえつけリーチ行くわ。闇点換算層間違い良くないから逆にリーチっていうパターンもあるけど、これ全員来られるよ。どうでしょう。酸素サルカーからは出なそう。あーほじだ。結果一緒かな、うん、これがお侍の上がりとなります。チュン1000は1300の上がり。いやーまあ決まりそうだったけどリーチしませんでしたね。うん、まあリーチしてもね、リーチも取られて結果的にはあれでしたけども、はい、まあ致し方ないですか。苦しいは苦しいですね、やっぱフラスさん苦しい。7曲です。サルカーの親番でドラワリャンピン。こちらが親番のサルカは、サルカーさんはおダブナンガンコ、ダブナンコドラワリャンピンです。いや難しい。いいピン3ピン切るかドラウケですよ。どうしましょう。いいピンいきなり赤ウーマンなんかね、ちょっと切るともったいない。まあ伸びるかもしれないからそっからね、はい、やっぱりそうなると伸びにくい1ピン3ピン払ってるのは普通かな、うん、全部仕掛けてきますよ多分ヨウダネさん。ただし白がもちもち、ここフラスさんと。そうですね、うん、白はもちもち。あ、ローワンが引けましたよ。これで3万リャンマンか。さあ大谷にチャンスの手が入っています。さあイーシャンテン安いけどね、フライさんイーシャンテン、シャンポンとかなったら結構きつい。白もちもちだから出る可能性あるけどね。多分大谷さんこの手だったらまっすぐ来ると思うから。はい、さあテンパるか。テンパらない。さあこれでピンズは両面になりました。サルカーです。両面両面のイシャンテン。親のリーチが飛んでくるかもしれませんが、大谷は戦いそうですよね。形的にはね、戦いそうですよね。かなり高打点も見えるし。はい。さあさらに広がった小さ。ああ7、8、9見えるのか。パーソー9層持ってくれば3ピンもある。ただドラ受けが2ピン。ここは小さ浮かせる形、うん、ピンズで。あ一応失敗した形だけどしょうがないよな。ししさあどこまで赤ウソ引っ張るか浅村さん。さあこれは文句なし急ぎリーチでしょ。安いけどリーチに行ったのは古橋、うん、マッチはウーパーソーです。あらさあ当たり牌吸収してサルカのマチャロー急走。そして大谷が仕掛けるいいシャンテン。大谷さんの嘘が危ない、古橋さんに。確かに。でもロー走も出る可能性、どっちか出るよねこれ。ハクハクとかになったりしますかね、うん、まあでもどうだろう。ウーソが重ならないから、はい、重なったらローソ出るけど、ウーソがないのか。これ泣いたらウーソ当たり。さあ、うん、歌に仕掛けて、これは古橋の上がりとなります、うん、親に現物なんだよねウーソ、リーチ1300の上がり、まあ、まだいいかなって感じですか。補充になったとはいえ1300なら、うん、よしって感じじゃないですか。まだ親も蹴れましたしね、うん、上がりたいですけど、はい、猿川さんに加点されるよりは
この親番でって感じですね、魚谷さん。2曲、魚谷の親番です。ドラマ3番、浅村赤が1枚。さあこちらはドラマ1枚、古橋白統一は猿川です。どうでしょうか、3番引きたいですけどね。引きたいね。猿川さんは白泣いてくほどの形じゃないから、もうちょっと進んでからって感じですね。もうあとは曲消化ですから。はい、うん、大谷さんはここの親番で稼がないとちょっとトップが見えてこないんで頑張りたい。古橋さん、長村さんは4着なりたくないから、2人ともまた加点していきたいし、親番あるとはいえ、はい、うん、大谷さん進みましたね。その中で魚谷さんが一番まだいいかな。お、いい感じもいて、いいシャンテンになりました。さあ一歩前進古橋です。ね、裾とか埋まると迷いなくいけるんですが、さあ春川さんも7、8、9が見えて、さあこちらが、うん、1通がもう7、8、9って感じね。これ1通で仕掛けるとかもあるんで、現状はまだ仕掛け多分しないと思いますね。まだ面前でちょっと進めたい、うん、形がやっぱまだいいんでね。いつ卵巣イソって払ってってっていう感じの方がバランス的にはいいと思います。Q1 の地位とか Q ピンの地位とか場合によっては肩上がりなんでね、はい、苦しいから多分そこまで、あーでも下ってなると卵巣イソかな。キューピンがね一枚も出てないし、笹塚は3色の仕掛けを入れています。ありましたね、キューの地位が、うん、すごい肩上がりの仕掛け怖いですよね。なかなかできないんですよ、うん、これまた笹塚さんの持ち味、これでね一応白がね、はい、保険もあるっていうのはありますよ今の感じでね。裾が重なって白をポンしても上がれる形になりました。うん、さあこれによって天敗古橋さん一応理想系だけど打ってもいいって感じかなこれ多分。なるほど、うん、古橋の持ちはリャンウワンです。これも選択、う赤ウピン切りたいんだけど、はい、あ現物だからリャンピン切りたいんだけどリャンピンがどれだけ通るかで今スースー取ったんで、はい、じゃあイーソー切るのか。さあリャンピンにした、うん、打点も欲しいからね大谷さん。さあ積まれるかリャンウワンは、うーここで積まがりはサルカーです。3色赤市500銭の積まがり、なんかキレッキレだね。そうですね、やっぱサルカさん曲紹介もうまいから、やっぱりライバル大谷の親を流していきました。簡単じゃないですよそんな9から注意していくのってね。はい、うん、さあそして3曲となっています。長村の親番です。大谷さんめちゃくちゃいい、赤が2枚、苦しいな長村さん。親分です。長村さんはね1回上がれば4着のリスクが減るんで上がりたいんですけど、はい、うわもうこれ圧倒的だわ。これでいい、これ悩んでるのは当然酸素イソ切るか、はい、うん、卵巣切るかなんですよね。イソ酸素、うん、残ってるタズがね、あの、はい、赤が組み込まれてるんで、うん、それを確実に使いたいっていう意図でイソ切ってきましたね。全部使い切ってってことですね、うん、である程度打点も確保したら、はい、 うん、トップが、あこれでも理想系。ここで渡辺からのリーチはサブローピン、うん、これ漫画ハネマン積もっとけばオーラスにねトップになる条件がかなり緩和されるんで、はい、うん、ある意味普通の選択といえば普通の選択で。さあドラドラ赤のサルカワですが、ここは先に渡辺にリーチを入れられてしまいました。もう苦しいのは3着目4着目の長村さんと古橋さんですよ。はい、うん、勘弁してくれよって感じです。勘弁して、うん、さ
サブロピン。この手配からなかなか戦えたくないですもんね、おそむらさんも。なんかそうですよね、早いから行くしかないような感じで。サブロピンは山に4枚です。行くしかないもんね、これおそむらさんも。早すぎて安排ないし。積もれるか。積もって裏乗るとでかいし、伸びてきた。したけどな、さばくのはな、むずいよねこれ。うーん、今スースもね、本当は狭めたくないけど、中筋で打っていくしか、はい、む取ってない無筋が多すぎて。スーピンが取ったんで、これ E ピンとか切りやすくなっててね、タイヤとかで粘るチャンスはありますけど、これも難しい。引いてきたのは9番のドラ。いや、行きづらいわ。さあ、猿川は、なおは安全牌です。そう。チューション牌。きついね。うーん、ってなるとウトネさんに注目いきますけど、これ積もってね、裏位置乗っければ、はい、オーラスマンガン積もとか条件達成するんで、はい、マンガン積もだとね、マンガン積も届かないんですよ、オーラス。あー、やっぱ最後の条件マンガン積もとハネマン積もじゃ全然違いますね。全然違いますよね、やっぱり。慌てが止まっている。小さ連発安排はあるけど、粘るかどうかの今精査でしたね。ここはもう、あ、おドラ重なった。何から行くか、チュンぐらい行くか。チュンション牌です。中筋のローソも中筋、うん、行きやすいね。それだとリアンソー通ってないけど、クラスさんも何とかして粘っていきたいが、現物はない。はい、リアンワン、あ、リアンワンだけですね。狭めるだけか。どう積もれるか。対抗できるのはこのお侍さんぐらい。どうだ？リアンワン違う。後に積もれるかどうか。うん、積もらない。なんだ。あ、ローピン1枚吸収された、うん、あと2枚かな。さあ、おさむら追いつけるか。あー、いいじゃん、チュンぐらいいくでしょ、これ積も番少ないけど。おー、ウーマンからいった。中筋の方、チュン行かず。ちょっとやっぱこの順目のション牌だと気持ち悪いですかね。まあ、打ったら4着目になっちゃうとか、はい、あ、テンポはしたよ。ん、猿川さん、嘘、チートイツ。嘘は、そう、でも山に1枚いる。2対1？サブローピン。チートイツ。3番は？ 3番取った、はい。あー、止まった。しかしここは渡辺、これ裏位置でかいよ、裏位置見えない。乗りました。でかい。1ピン普通も赤赤裏位置3000、6000の上がり。これで条件ちょっと残ったって感じになりましたね、ウトネさんも乗ってくれたおかげで。はい、うん、オーラスです。古橋の矢番です。ドラパピン。さあ、トップ争いも混戦になってきましたけど、はい、4着争いも今のね、3着目のおさむらさんがハネマンの親かぶりしたんで、はい、うん、こちらも熱い。さあ、ここは上ゼリ下ゼリが熾烈な展開。大谷さん、8000点出上がりでも良くなりましたね、これで。古橋がチュン統一、赤が1枚。いいよ、古橋さん。猿川さんは何統一だけど、ダムダンが。お、大谷はシャーチャで、シャーチャで、だから上がるだけだったらいけそうな手配だけど、打点欲しいですよね、ここまで来たら。じゃあ本一までっていう感じですか。までちょっと見たい。
もしくは最悪でも面前で行きたいね、これ面前でリーチまで、うん、だからあもう行きましたね今ね、イーシャンテン外して、ね、うん、それだけトップに価値がでかいってことですか。さあ古橋は親番です。加点し続けたい。サムロー君からちょっと苦しいですね、これは。あ、ソース伸びてきたけどなんか形が悪すぎて、うん、しかも上は赤ですしね、うん、田村さんはなんとか他の人上がってくれって願うしかないね、これね、うんうん、さあここでドラムを話していた古橋です。ってなるとやっぱこれ猿川さんだわ、さばきそうなのが。ポンですか、うん、なんはね、まだ誰の手にも行ってないし、はい、さあずっとコツコツしてる、急ぎりもあるし、いいそう、うん、もう仕掛けていかないと無理かな。このチューンどうする。仕掛けてった、はい、さすがにチューンオープンしました。パーソでイーシャンテン、あ、うわ泣けた、おお。これでテンパイです。コンサンス山に2枚か、とりあえず1番乗りですねテンパイ、はい、うん、ワカにもシャアを仕掛けましたね。お、一応点数足りないけど、ワカにはシャアを仕掛けてソーズの本一です、うん、2枚目か、さすがに。これでサルカもいいシャンテン、一応、はい、残球直取りだったら変わりますね、ワカにですね、はい、ウタレさんは浦井さんから見逃すか。 あ、これで良くなった、レアスビリだ。町はスーソウソ、赤ウソいるよ。あ、こっち行った。でも当たり合い、あ、サルカが仕掛けた。あ、これでテンパイ大丈夫だ。なん2枚いる、なんか肩上がりのテンパイです。またこれ浦井さん使ったらそんな、なんかそんなことやったら使えないそう。デス予想みたいな。怖い。ま、うわさらに高くなる。ナンは、はい、そう、魚谷さんもまだ多分使うし、はい、お侍さんからも、ま、多分出ない、はい、から、浦さんだけが使うのは最悪。もしくは全然つまがりもあるもん。あ、ウータリテンパイ、これ逆に直撃ありますね、直撃もある、もうテンパイしてるからペイ1枚いるし、イーソーは、あー、イーソーはない、イーソーないてか、あ、激アツすぎる、もうなんかペイか分かれ道、フラさんいるけどねいるんだけど、なんかもう上がれない感じになっちゃってるけど、なんかこう挟まれたら厳しい気がする。あとは見逃すかどうかだよね、ウータレさん。あー、なるほどなるほど、うん、あのフラさんから出たらね、はい、あ、なんだ、うわ無理、これ無理無理無理、これどうしますか、止まる、きついの分かってて切るでしょこれ、止まんないですよね、いや多分、いやいい、いやこれ行く、言いそう、それともペー切る、ペーは通るよね、通りそうだね、だが考えている、言いそうだ、打たない、おー、うまい、なー、打たないで、ペイは山に残ってそうってなるんで、はい、粘ろうっていう感じですか。うん、自身が満願のテンパイだったら多分打つんですけど、はい、条件があって苦しいの分かってるから打たなかったんですね今の。うん、いやでも見事ですよ、いやよく止まった。猿川さんね、出たら上がれるから一応条件ゼロじゃないし、はい、うん、全然打つ手もありましたし、これね、さあそれをすることによって、よって自分のトップ率を上げるっていうね、もしこれが局面が続けば
あれ浅村天杯リャム嘘はやめて、一上がりのわし酸素は通るかどうか、通りそう、うん、何もまだ1枚いる。いやウトライさんでも一人同点になったら悲しい、ちょっと満貫壺が、うわーこれすそすそ素晴らしいよ、吸収してどうしよう、さあ何を止めて、サルカの上がり牌もなくなった、こちらが牌底の牌、いやいい曲だったなこれ、そうですね、みんな止めた、うん、第4曲は古橋サルカは浅村の3人天杯で両曲です。小田さんもねやることやって、はい、いやサルカさんもやることやって、すごい浅村も天杯入れましたからね、うん、粘って、オーラスが続行しています。一本場ドラは3番です。浅村さんもねもし天杯しなかったら着順が確か一瞬変わってたし、サボらない麻雀っていう感じ。ただ魚谷さんこれで満貫壺が無理になった、ただね打ってたら終わりだったから、はい、すごいポジティブに考えるならば、はい、あの3着4着目の人ね点数離れてるんで宇多さん、はい、うん、あわよくば天杯リーチにいった、おーリーチいった、9番狙い、数番と9番のシャンポンです。浅村のリーチこれはサルカさんも打ちやすい打ちやすいというか満貫まで打っていいんで、はい、打ちやすいというかね、高いケースあるんでそんな簡単には打ってかないけど、行きやすいのが魚谷さんと古谷さんですね、もう変わんないし多分って打ってもドマッスルに行くと思います。これはほぼほぼサルカンさんね、万が一跳ね番だった場合変わるんで、はい、無理してやったらまだ行かないんですけど、場にドラとかが見えてなんか安そうだぞってなれば、そうですね、打っても大丈夫かな、うん、今のとこ分かんないし、うん、赤あるからやっぱね高いケースも全然ね入りちゃあるんで、はい、さあ古橋は3層も重なりました。いい射程ですけどね、何から行くか、ローマン、ウーソ、もしくはチートツキメートのキューピン、スワン当たり前です。おさむらの上がりとなります。リーチ1300は1600の上がりとなります。このままで終わりましたか。さあこの上がりをもちまして103回戦終了いたしました。103回戦はトップに猿川、2着魚谷、3着お侍、4着古橋という結果で終了いたしました。はい、続いて104回戦に参ります。